ぼっち映像クリエイターの悩み集。一人しかいない。撮影編集納品まで全部一人なので、たくさん仕事が受けられない。作業量に限界がある。個人撮影で外に出ると不審者と間違われて職務質問される。仕事開始時間がルーズ。9時から仕事始めようと思ったらなんやかんやで10時からになる。忙しいほど PC での編集作業が増えるので動かなくなって太る。お仕事が終わってお金が入るとご褒美が増えて太る。デブループ。作業時間が異常。会社員じゃないのでひたすら編集して一人ブラック企業。ってなる。体調不良。体調不良になってもフォローしてくれる人がいない。風邪ひいたらやばいと思って撮影仕事の前は外に出ない。栄養ドリンクに頼りがち。売り上げが安定しない。スケジュールで受けれなかったり継続性のある仕事がないので来月仕事があるかわからない。仕事のストックがないとヒヤヒヤする。機材が増えすぎ。仕事に応じて機材を買うので置き場所がなくなる。仕事で照明まであると電車に乗れない。機材なくしがち。どこ行ったい。カメラリリースされすぎてわからん。ソニーしかわからん。確定申告が嫌い。確定申告が嫌いすぎていつもギリギリになる。たびたび現実逃避する。税金がえぐい。独立すると痛感する会社のありがたさ。所得税や消費税、住民税や年金、払うものが多すぎて稼いだ半分は税金で飛んでいく。そして日本を恨み始める。結局 YouTube 見すぎ。